黒瀬ルイと16歳。本日はなんと。ルイくん、お待たせ。ルイくんからデート誘ってくれるなんて嬉しい。メンヘラ女とデートです。いやまあ勉強見てもらったし。繋いでもいいよね、ミミ彼女だもん。そう、俺たちはついに付き合うことになったのだが、俺はまだこいつに好きと言えてない。どうしたの？半分嫉妬で付き合っちゃったようなもんだしな。だから今日は最高にかっこいい告白をして決めてやるぜ。そしてこいつをメロメロに。今日どこ行くの？まずはおしゃれなフレンチだ。本日夫婦喧嘩のため臨時休業します、店長。なんだよその理由。じゃあどうぞ。ミミのバイト先の料理おいしいの。なぜデートでメイド喫茶。俺のプランが。はい、うまいでしょ。ミミのおすすめデミアムだよ。気に入ってくれてよかった。俺は一度の失敗で何落ち込んでんだ。よし、次は映画だ。レイ君が恋愛映画選ぶの珍しいね。まあな。恋愛映画見る、ドキドキする、いい雰囲気に、ロマンティックに告白。我ながら完璧な計画。好きなの？やっと言ったな。やばい、眠気が。昨日夜更かししてたから。くん、ルイくん。映画は？もう終わったよ。映画面白かった？ミミもずっとレイ君の寝顔見てたから。画面見ろよ。